日本大阪府池田市井口堂井の口堂は大阪府池田市にある地名である。1丁目から3丁目まである。郵便番号は563-0023である。当地域の人口は2017年12月末時点で5161人である。面積は2018年3月末時点で0.402平方キロメートルである。池田市の南東部に位置する。 南西部に一丁目があり、北西部に二丁目があり、東部に三丁目がある。北は旭日川か一丁目、三丁目と北東は三濃市と接しており、南東は石橋二丁目と接している。南西は天神一丁目、松園一丁目と接しており、西は八塚三丁目と接している。東地域の南東南部を三濃川が南西流しており、道下線には、 車瀬橋や美濃川橋などが架橋されている。当地域の南西端部を阪急電鉄宝塚本線が通っている。当地域の南部を国道171号池田バイパス及び国道176号が通っている。八塚山頂目との境の大部分を市道宮の前、東端線が通っている。当地域の大部分を住宅地域が占めている。当地域は 池田市立石橋小学校及び池田市立石橋中学校の校区に含まれる。井口道の地下は2020年1月1日の工事地下によれば、井口道1丁目3の16の地点で20万5千円平方メートルとなっている。井口道の地名は、泉や井戸などの推理事業に従事した畑出小足の井出に由来するという説がある。百七十一年。 江戸時代から続いていた、摂津国豊島組井口堂村が大阪府の所属となる。1889年、井口堂村が北豊島村井口堂となる。1935年、北豊島村井口堂が池田町井口堂となる。1939年、池田町井口堂が池田市井口堂となる。1944年、池田市井口堂が 池田市井の口道町となる。池田市立石橋小学校1953年4月1日、池田市立石橋小学校が3丁目に開校される。同年、池田市立石橋幼稚園が3丁目に開園される。1965年9月1日、井口道町、御言町町、旗町、斉田町の各一部が、井口道1丁目から3丁目となる。 1969年、狭間池が埋め立てられる。1970年4月、池田市立石橋保育所が3丁目に開所される。同年、石橋公園が3丁目に開設される。1971年、京老人ホームマン受賞が3丁目に開所される。1976年6月、井口堂北会館が1丁目に開館される。 1978年4月1日、池田市立石橋中学校が3丁目に開校される。1988年、豊洲三家庭が竣工される。2013年6月21日、手作りジャムの専門店、タツタジャムが1丁目に開店される。2015年4月1日、特別養護老人ホームオレンジ池田が2丁目に開設される。 2016年7月11日、阪急電鉄の高架下に保育施設、福丸キッズ園が開設される。同年10月、ロケット用菓子店が開店される。2017年4月1日、タツタジャムが、上池田2丁目に移転される。2020年1月6日、焼き菓子専門店、フィールグラッドが1丁目に開店される。同年4月17日、寿司県居酒屋、 かがり火が一丁目に開店される。同年10月15日、スパイスカリーマハが三丁目に開店される。2021年1月14日、ザメシア池田店が閉店される。池田市立石橋中学校。ありがとうございます。